誰か見て楽しいのかな、心配になってきた。あんなに YouTube 見て勉強してきたのに。歩き歩き、え、誰、え、ゆうちゃん。はい、私京都に来たよ。京都っぽくないね。京都に来たんですけど、いつもはみっちゃんと一緒だけど、今日はなんと一人なんです。初めての一人旅。はい、緊張してるんですけど、京都着いてからの一軒目行きたいと思います。ここか、ここです。はい、一歩園さんに来ました。そう、かき氷食べたいって言って、かき氷ここ美味しいとこあるよってなおさんが教えてくれて。緊張するわ。ここはなんかエスプーマが人気というか有名って言ってた。え、どうしよう。うわ、カレーも美味しそうだ。カレー食べたいんだけど、今日ボール夜ご飯あるもんな。カレーはやめた方がいいね。みっちゃんがやめろって言ってる気がする。私独り言多いね。大丈夫かな。いいか、お願いします。すいません、はい、この上抹茶、抹茶のエスプーマの雪氷を、はい、今日の雪をソフト入りってなると、ソフトクリームが中に入ってるんですか。はい、そうなんです。中に、氷の中にさらに、うん、アイスクリームが中に入れてもらってもいいですか。はい、ありがとうございます。ではお願いします。氷茶蜜っていうのも、はい、あのトッピングの方でできるんですけども、うん、あ、お濃茶、さらにお濃茶の抹茶の濃いあの蜜、甘い蜜がかかってるんですけども、はい、それもかなりおすすめなんですけども。じゃあそれもお願いします。ありがとうございます。はい、こちらの方で頼みました。はい、ありがとうございます。緊張する。みっちゃんに連絡しよう。みっちゃん電話したら出るかな。あ、出た。もしもし。でさ、さっき着いてさ、今さ一人でさカフェ来たんだけどさ、めちゃくちゃなんか緊張するわ。シークレットゲストがね今日来るらしいから。いや、わかんないんだよ、誰なんだろうね。え、りっちゃん。いや、でもね、りっちゃん私昨日会ったんだけど何も言ってなかったわ。え、絶対違うって。いや、私はエマかなと思ってたんだけど、エマスライのエマだから誰だろうと思って。うん、ありそうだよね。誰だろう、わかんないの。てかもう本当に一人すぎて、一人でちょっと緊張しすぎて、今かき氷屋さんにかき氷食べに来たんだけど、私最近かき氷ハマってるじゃん。あ、待って、ちょっと来たかもしれない。え、いや、ない。あ、ちょっと来たんで。はい、お待たせしました。上抹茶にスープリーマ雪氷でございます。はい、お濃茶蜜入り、中にソフトクリームが。あ、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうね。うん、ボナペティ、ありがとう。じゃあねー。ちょっと待って。じゃーん、美味しそう。いただきます。え、美味しい。ミルクアイス美味しい。
よく考えたら私一人旅で地方来るの初めてかも。みんな一人旅しないんだな。誰か見て楽しいのかな。心配になってきた。あんなに YouTube 見て勉強してきたのに。お店の中一人喋りにくい。大丈夫かな。心配だ。今度みっちゃんと一緒に来ようと思います。エスプーマのかき氷を食べ終わりました。美味しかった。ごちそうさまでした。ありがとうございました。すいません、なんかステッカーを作りまして、あの貼らなくてもいいんですけど、ぜひあの記念に。ただのすごい美味しかったです。またお願いします。ハム美味しい。美味しい、うん。